新たな冒険が始まる。広大なフィールドで冒険しよう。歴代キャラクターも続々参戦。他のプレイヤーと協力して巨大モンスターを倒せ。ドラゴンクエストヒーローズ2、双子の王と予言の終わり。はい、5月の27日、はい、発売おめでとうございます。やっと来たってことでね、はい、私スゲルもねやっていきたいと思います。ドラゴンクエストヒーローズですね。前作もプレイはしたんですけど、まあ、動画は上げておりません。はい、なのでね、まあ、今回から動画は初めてとなりますね。はい、まあ、早速やっていきましょう。ドキドキですわ。ボケの書を作る、1、はい、もうパパッといこう、パパッと。これからこの世界を冒険する主人公を決めます。男女2人のうちどちらを選んでもゲームの内容は変わりません。主人公を選んでください。はい、じゃあラズエル行きましょうか。正義感の強い士官候補生、持ち前の明るさとたぎる情熱で突き進む若き剣士。まあ右の方がテレシア、彩色兼備の士官候補生、常に冷静に仲間を導くしっかり者の女剣士。まあラゼルでいきましょう。じわじわたぎってきたぜ。名前はラゼルでいいよね。うん、私すげですけど、まあこの方はラゼルなんで、ラゼルでいとこなんだ。 OK。 はい、竜が太陽を食らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。読めない読めない。あ、なんか前より綺麗になってる気がする、前作より。うわー、逃げた逃げた。かつて大きな争いがあり、世界は7つに分かたれた。すごい映像綺麗。なぜ、ホイミンかわいいね。ホイミングーソだっけ。速攻で戦うのこれ。戦いに不慣れな貴様には我が輩がアドバイスをしてやろう。お願いします。まずは基本中の基本、敵との位置取りだ。さあ敵に近づいてみるがいい。いやー近づいたよ。よし、次は攻撃を繰り出すのだ。これが最…おお、すごい、三角ボタンでこの氷の斬撃、マヒャドギリトでも呼びましょうか。丸は何もない。おお、すごいかっこいいね。おお、何何今の。よいしょ。よいしょ。四角四角三角三角。よし、サタリかける。やれ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 、終わりだ。よし、行くぜ。あら、悪い悪い、戦争の夢を見ててさ。もう戦争なんかずっと前の話でしょ。まあな、最近歴史の勉強ばっかりしてるせいかもしれない。士官学校の試験が近いんだよ。やばっ。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと、千年にわたる平和な時代が続いていた。おーい、
久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。へえ、二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ハミラ、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことないの？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく元気そうね。まあな。あ、そうそう、これみんなからのお土産。お、オレンカに留学してもう1年でしょ。はい。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワールナムだ。それにしてもやっぱりオレンカは全然都会ね。映像綺麗だね。すごい、ね、なんか FF みたい。これが有名なオレンカの大聖堂、一度見てみたかったのよね。竜が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ、イニシエの予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要は、もう二度と戦争なんかするな。この剣取れんの？ちょっと、やめなさいよ。もう、相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ、相変わらずの学級委員長っぷりだな。よし、じゃあ寄り道はここまでにして、俺の下宿へ行くぞ。ちょっと待ちなさいよ。へえ、裏庭があるんだ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が出席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負と行こうじゃない。え、本当に勝負？いとこ同士で手合わせするんだね。よし、ここは僕のじゃなかった、我が輩の出番だな。ためになるアドバイスをしてやるぞ。お願いします。さあ、まずはこの攻撃をやってみるのだ。何何？基本中の基本だぞ。四角四角四角。うむ。オッケー。その調子だぞ。さあ、次はこれをやってみるのだ。何ですか？一二三。うむうむ、攻撃の基本はバッチリだな。続いて守りの基本を教えてやるぞ。敵の攻撃を避けるには見かわしだ。見かわし。よし、早速やってみろ。何それ？うん、いいぞ。敵の攻撃は防御できるぞ。さあ、防御してみるのだ。防御 L1。呪文のおさらいだ。お、呪文使える。どちらも MP を消費するぞ。早速特技を出してみるのだ。どうすんの？ R1 をしながら四角ダイヤモンドダスト。なかなかいいじゃない。サミダレ斬り。確かに1年前より強くなったみたいね。2人とも本気になってきたようだな。さあ、よし、最後はテンションについてだ。テンション、敵を攻撃したり敵の攻撃を受けたりするとテンションが溜まっていくぞ。テンションがどれだけ溜まってるかは画面の左下のゲージで一目瞭然だな。うん。さあ、お互いに本気で戦ってテンションを溜めるのだ。よし。
右スティックでカメラを操作できます。また R3 ボタンを押すことで特定の時を録音することができます。カメラ設定はメニューの作戦設定カメラ設定から変更することができます。はい、避けて、よいしょー、ここでガード避ける、よいしょー、ファイト、四角四角三角三角、おお、やりよる、あ、来た、はは、なかなかいい勝負だ。お前も JR で1年間頑張ってたんだな。あなたも随分弱気だわね。けど私の本気はこんなものじゃねえわよ。今からとっておきの技を見せてあげるわ。なになに、望むところだ。おーし、じわじわたぎってきたぜ。俺も思いっきり行くぞ。あ、まあまあ、二人でもストップストップ、そこまで本気になっちゃ危ないよ。来るか、あれ、ちょっと成長したみたいね。いや、ジゴス、ね、お前もな、ギガスラッシュとかするのかなと思ったけどね。二人ともよく訓練を積んでいるな。感心感心。ちょうど煮えたみたいだな。飯にするか。え、あー、いい匂いだな。ほら、ありがとう。ジャイワール鍋ね。久しぶりのジャイワール鍋で再会を祝いましょう。ああ。今の音、呪文か？一体何？呪文ってそんな音鳴るの？ジャイワールだ！ジャイワール軍が攻めてきたぞ！え？今ジャイワールって言った？ジャイワール軍。剣持ってる。今だ、放て。うわー、戦争だ、本物の戦争だよ。どうして戦争なんか。国同士が争うことは固く戒められているはず。それにジャイワールとレンカは友好国よ。ガタガタ言ってる場合じゃない。とにかく今は街の人たちを守るんだ。そうね。ここはヨラゼル、ジャイワール軍が魔物攻めてくるなんて、どうしよう。オミニは危ないから下がってろ。テレシア、俺たちはオレンカ軍に協力してジャイワール軍の侵入を防ぐぞ。ええ、分かったわ。それじゃあジャイワール軍が街の中に入らないようにここで食い止めましょう。オッケー、いっけー、ふぅー、ここは四角四角三角、初めての実戦がジャイワール軍との戦いになるなんてね。よいしょ、まったくだ。1、2、3、これはジャイワールに帰ったら俺たちただじゃ済まないぞ。神代理、さあダイヤモンドダスター、行け。でも今はオレンカの街を守ることに集中しましょう。とりあえずこの前の方を守っていきましょう。いっけー。そういえばデザールはこのことを知ってるのかしら。デザールはジャイワールの王子様さ。俺たちの幼馴染なんだ。まさかデザールが関わっていないというのか。えっ、ここは食らうね。ナイス。うわー、いっぱい来た。テンションゲージが満タンの時に丸ボタンを押すと一定時間ハイテンション状態になります。ハイテンション、さあ、ハイテンション状態の間はダメージを一切受けなくなります。その他にも様々な効果が得られます。
攻撃力が上昇して悪い状態以上が全て無効化されます。 MP を消費しないで特技や呪文を使用できるようになります。丸ボタンで必殺技を発動できます。ただし必殺技を使うとハイテンション状態は終了となります。 OK。 うわーらら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 、一気に蹴散らす。行くぜ。リガーブレイク。よっしゃ、どんなもんだ。決まったぜ。は絶対通さないぜ。ちょっと調子に乗りすぎないでよね。いるじゃん、まだ。やっつけてるのはジャイワール兵なのよ。よし。さあ、一、二、三。国民の避難も概ね終わった。我々も交代して内門を閉じるぞ。よしよし、大体片付いたな。うわバルザック、いやバルザックじゃないね。へえ、ずいぶんでかいもの振り回してるじゃないのさ。すっごいパワーだね。おー、かっこいい。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。あ、いようお姉さん。誰かを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。かっこいい。よいしょ、やばそう。あお二人さん、気をつけな。こいつは鬼コンボ。鬼コンボか。共に攻撃を食らっちまうとただじゃ済まないよ。ゆらえー、サミダルジュミ、ジャイワールじゃ見たことなかった。で、ダイヤモンドダスト。鬼コンボは頭体がでかい分、攻撃の後に大きな隙ができる。どこ狙えばいいんだね。攻撃が終わった直後を狙うんだ。もっと気をつけな。直接食らわなくても、こっちの動きが封じられる攻撃もあるのさ。やつの動きに合わせて、避けながら行きましょうか。ジャンプで避ければよろめかずに済むよ。あ、そうなんだ。敵がへばってんだよね。チャンス。この隙に攻撃を叩き込むんだ。よいしょ。やべ。難しいぞこれ。ダイヤモンドさ、今のところでジャンプだね。そういうことか。攻撃キャンセルが結構難しいね。くらい、ダイヤモンドラスト。強い。ノー、カミダリギリ。よし、ありがとう。ジャンプ打ってくれ。二段ジャンプはできないんだね。よし、あの時はガードジャンプ、ね、痛い。あと一息よ。お二人さん、よいしょ。本気で行くぜ。効かないね。どんどん行くぜ。終わりだ。行くぜ。ギガブレイク。よっし、あいつ、あれは次はモンゴとぶち破ってやる。覚悟しておけ、オレンカの王よ。正義は我にありだ。引け。あいつ、セザールだよな。ええ、セザールが王子自ら攻めてくるだなんて。
何があったっていうの？お二人さん、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あんた何者だ？少なくともオレンカの人間じゃないよ。ちょっと、人に名前を聞くときはまず自分が名乗るものよ。そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けどそれは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中がいるようだからね。詳しい状況は未だ把握できておらんが、ジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実。一体なぜこのようなことになったのか。ジャイワール側にどんな事情があったにせよ、オレンカは甚大な被害を被りました。断固戦うべきです。しかし、国同士が争うことは古の予言によって固く戒められておる。失礼いたします。先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりました。おお、そなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか。心から礼を言うぞ。いや、気にしないでください。当たり前のことをしただけですから。ちょっと、王様に対してなれなれしすぎるわよ。ところでそなたらは何者か。はい、俺じゃなくて、私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんです。何？ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。まさか貴様らジャイワール軍と通じ、今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものか。お待ちください。そもそもこの子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら、前線で戦うわけがないでしょう。この子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明します。そなたは一体？申し遅れました。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ。主命によりオレンカへ参りました。ゼビオンのオルネーゼ。オレンカ王、我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り、私をオレンカへ使わしました。今回の一件、もしオレンカ王に争いを止めたいという意志がおありなら、きっとお力になれるかと。そうか、オレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない。故にジャイワールが再び攻めてくる前に、かの国の思惑を知り、和解の道を探りたいと思っている。そこで宗主国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンへ立ち、今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も行くわ。オレンカ王、いかがいたしましょう。では戦士オルネーゼよ、この者たちと共にゼビオンへ向かってくれ。オルネーゼさんのご迷惑にならないよう、くれぐれも慎重に。よし、じわじわたぎってきたぜ。王様、任せておいてください。この俺がガツンと話をつけてきますから。我が輩も一緒に任務を遂行してくるであります。ちょっと、あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。頼んだぞ。はい、はい。おお、すごいね。なんか今回すっごい絵が気になってる感じですね。
お、マリーダだっけ、ダボ、かわいいね。なんだっけ、テリー、トリネコ、クール、ジェシカだっけ、あ、ジェシカこっちかあれあ、名前がごちゃごちゃなっちゃうかっこよすぎるやべえ。はい、ということでね、今回はここまでで終わりたいと思います。はい、今日からですね、どんどん、まあ1日に1話ずつというか、うん、まあ毎日投稿できるかわかんないけどね、まあ頻度多めに上げていきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、1日2本ほど上げる時とかもあると思いますので、はい、ご了承くださいということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、はい、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたしますということで、ご視聴ありがとうございました。ではまたこの戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。